コークニテルは台湾のカレン県出身のプロ野球選手。旧名はラクニテル。弟のラ国カは元中心兄弟所属ラ国流は統一ライオンズ。高国林はトミクニガーディアンズ所属のプロ野球選手である。2006年にシアトルマリナーズと契約、プロとしてのキャリアをスタートさせた。この年は A 級でプレーした。2008年は 北京オリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。中国戦でホームランを打っている。2010年はマリナーズの AA 級まで昇格したが輝かしい成績を残せないままシーズンを終えてしまった。オフの11月に開催された公州アジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。2012年はシアトルマリナーズ参加 AA 級チームで目立った。 成績を残せていないため、ドラフトで c p b l のどの球団からも一巡目で指名されず、二巡目で議題、ライノズに指名をされた。二千十三年はリーグ二位の十四本塁がリーグ二位の打率三百五十リーグ一位のオプス九百七十七を記録した。二千十四年七月十九日二千十四年は故障のためわずか五十二試合の出場にとどまったが、 18本の本類打を放ち本類打王に輝いた。2015年は5月15日の統一、ライオンズ戦で初のサヨナラヒットを打った。9月11日の中心兄弟戦では、キャリア3本目となる満塁ホームランを放ち、CBBL 史上3番目の速さでシーズン30本類打に到達した。同月26日の統一ライオンズ戦では、 cbbl 史上最多となる34本塁打マーク。最終的には39本塁打を記録した。同月30日に第1回 WBSC。2016年開幕前の1月29日に侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北のチャイニーズ台北代表27名に選出された。シーズンに入ると、林友勝と、 並び34本塁打を記録し、規定により、打数の少ない高が、CPBL 史上初となる3年連続本塁打王を獲得した。2017年1月23日に第4回、WBC のチャイニーズ台北代表に選出された。7月8日のオールスターゲームでは9番、左翼手で、先発出場するが、怪我を負っていたため守備だけに突き出席には入らなかった。 同月25日に、左手の手術が終わり、リハビリを開始した。9月23日の中心兄弟戦で復帰し、決勝打を放った。最終的に、キャリア最小となる25試合出場に止まった。2018年4月7日のラマゴモンキーズ戦で、左膝を負傷し、登録抹消した。5月5日のラマゴモンキーズ戦では、プロ初のサヨナラホームランを記録した。 同月13日のラマゴモンキーズ戦では、左翼手で出場し、王、柏通るのフェンス際の打球にジャンピングキャッチをした際、ボールを引きスタンドに入れてしまい、ホームランとなった。7月7日のオールスターホームラン競争に選出されるも、左腹部の違和感で出場を辞退した。二千二十年七月十八日の楽天モンキーズ戦で四番のコークにテルが、ホームランを放つと、 5番打者の弟、広告林が直後の打席でホームランを放ち、CPBL 史上初となる兄弟で連続ホームランを達成した。8月12日の楽天モンキーズ戦で CPBL 史上初となる代打、サヨナラ満塁本ー塁打を記録した。10月6日の統一ライオンズでは、CPBL 史上7人目かつ史上最速となる。 通算150本塁打を達成した。最終的には97試合に出場し、4年ぶりの2桁となる25本塁打や70打点を記録し、カムバック賞を受賞した。2021年4月30日の統一、ライオンズ戦で左翼手として打球を追った際に、左ふくらはぎを痛め途中交代をした。翌日に一軍登録を抹消となった。 飛球をよく打ち、フライアウト数は2015年、2016年連続リーグ1位となった。ありがとうございます。